多摩急行、多摩急行、多摩急行英語表記、多摩エクスプレスは、かつて運転されていた、小田急電鉄の列車種別、急行列車の一種である。小田原線、多摩線で運転された列車種別で、2002年3月23日に登場し、2018年3月16日をもって廃止された。千代田線乗り入れの主たる目的は本来、多摩ニュータウン地区と、 都心地域との連絡路線であった東京メトロ千代田線参照。これまで小田急電鉄が所要時間や乗り換えの利便性などで圧倒的に不利であった多摩ニュータウン地区帯都心地域の輸送で競合する京王電鉄相模原線、都営地下鉄新宿線に対抗する形となっていた。2005年の一時期に多摩急行を使った沿線施設への誘致作戦として 多摩急行でサンリオピューロランドへ行こうという宣伝ポスターを制作し、沿線や東京地下鉄、東京メトロの駅などに示していた。2018年3月17日のダイヤ改正をもって廃止された。2016年3月25日まで朝方、上り方面を除くすべての時間帯で多摩急行は運転されていたが、急行停車駅でありながら多摩急行は通過する。 向こ丘遊園駅利用者から多摩急行の停車要望が相次いだこと、日中快速急行と合わせるというと列車が20分来ないことも含め、2016年3月26日のダイヤ改正以降は朝方一部時間と夕方以降での運転になった。栗平駅を出て自動放送で新百合ヶ丘駅を案内した後に乗務員から 向こうが丘遊園には止まりませんとのアナウンスが行われていた。反対に、上戸駅を案内した後も、同様にアナウンスがされていた。多摩線、唐木田駅から小田原線を経由し、東京メトロ千代田線綾瀬駅まで、もしくは綾瀬駅より、東日本旅客鉄道、JR 東日本常磐観光線に、乗り入れ松戸駅、柏駅、阿鼻子駅、 取手駅まで運行されていい。2016年3月26日のダイヤ改正以前は、綾瀬駅から先の JR 線へは小田急4000型は直通することができなかったため、常磐観光線まで運行する電車はすべて東京メトロの車両で運行されていた。後に JRE233 系2000番台による小田急への直通運転も行われ、 小田急4線型も JR 線へ直通していた。設定当初は多くが湘南急行、下りや急行、上りの直後に運行されるダイヤ編成で列車間隔が不均等であったため特に急行、湘南急行が通過していた共同駅以外の小田原線内の利用者少なかった。しかし2004年12月11日のダイヤ改正より 長距離輸送の速達性を重視した快速急行の新設に伴い急行が減便された成城学園前駅及び上りと駅利用者の保管作用も果たすこととなり小田原線内でも急行の一翼を担うこととなった道大屋改正より2016年3月25日までは昼間時間帯の新ゆりヶ丘駅では下りは多摩休校から快速急行へ上りは 快速急行から多摩急行へと乗り換えが可能となっていた。その一方で、多摩急行が通過する駅では、唯一の急行停車駅である、向こうが丘遊園駅については停車していた、湘南急行の快速急行への置き換えにより、完全な減便となり、昼間時間帯の優等列車は、急行4本のみとなっていた。小田急線、千代田線常磐線のいずれかで、 ダイヤが乱れた時には運休もしくは行き先が新宿駅に変更され、千代田線への直通運転は中止された。千代田線上磐観光線の運転再開に比べ、多摩急行の運転再開までは時間がかかることが多く、夜間時間帯では直通運転が再開されずに終電を迎えることも多々見られた。また、JR 東日本の運行状況ウェブサイトでは、 多摩急行の運休に関して記述されなかった。逆に、小田急の運行状況ウェブサイトでは、常磐観光線と千代田線との直通運転中止に関して記述されなった。運転トラブルに備え、東京メトロ16000系と E233 系には、新宿の行き先が用意されていた。2014年3月15日のダイヤ改正で、 日中の千代田線内が5分間隔となったことに、伴い、平日と休日ともに、日中はすべて常磐線内発着となった。このため、日中は東京メトロの車両のみが運用につき、小田急4000型は千代田線内での運用につくようになった。2016年3月26日のダイヤ改正から、日中の運転系統はそのままで種別が急行。 向こうが丘遊園駅にも停車に置き換わるのに伴い、本種別は午前9時台まで及び午後6時台以降、平日と休日問わず運転となった。また同改正から JR、東京メトロ、小田急の3社の車両が各社の路線に相互直通することが可能になり JR の車両が運用に加わった。共に相互乗り入れを前提としているため、 地下鉄乗り入れ車両が充当されていた。なお、JR 東日本の209系船番台は、小田急線への乗り入れが非対応であるため、多摩急行で使用されることはなかった。1978年、昭和53年3月31日、当時の帝都港速度交通営団、営団地下鉄千代田線全線開業に伴い、千代田線小田急戦争5条入りが開始された。 当時は乗り入れ対応車両が6編成しかなかったため、1日、乗化ともわずかに14本、平日の朝夕のみの乗り入れであった。小田急線内は、準急として設定され、折り返し設備上の問題から、すべて本厚木駅発着であった。なお、共同駅は、ホームの長さが8両編成分しかなかったため、重量編成の直通列車は、例外的に通過となった。 1990年までは、これ以外にも、運用の都合上で、生田駅、読売ランド前駅、ゆりが丘駅を通過するものもあった。その後、休日の乗り入れや共同駅停車が実現したものの、2000年12月1日までは、朝夕が中心で、日中はほとんど運転されなかった。同年12月2日のダイヤ改正から、直通準急が大幅に増発され、 朝夕に加え日中時間帯についても千代田線内、相模大野駅間で30分間隔での設定となった。また、このダイヤ改正で千代田線に直通するカラキ発の急行が新設された。2002年3月23日のダイヤ改正で、それまでの相模大野駅発着直通準急の大部分を置き換える形で、カラキ駅発着の多摩急行が新設された。 2003年3月29日、A 段の車両を用いた列車は、原則的に、すべて、多摩線直通の急行、または、多摩急行での運転となる、2016年3月26日ダイヤ改正にて、本厚木方面直通の準急運用が復活。2004年12月11日のダイヤ改正より、運転時間帯が夜間まで拡大されるとともに、 乗り入れ先の車庫での停泊も行われるようになった。2016年3月26日のダイヤ改正で、前日の通り JR 東日本、小田急電鉄の車両による3車直通運転が開始された。これに合わせて日中時間帯の輸送形態が大幅に変更され、快速急行急行各駅停車が毎時6本ずつ、 約10分間隔でのダイヤとなるのに伴い、同時間帯の千代田線直通列車はこのうち3本、20分間隔の急行に変更となった。それに伴い、多摩急行は朝と夕夜間のみの運転となり、夕夜間に千代田線直通の準急が再設定された。JR 線内では他の列車と同様、東京メトロ6000系を除いて、各駅停車と表示していた。 これは、多摩急行登場以前の準急も同様であり、唐木田駅業の種別は、綾瀬駅で多摩急行に変更され、小田急からの直通列車は、代々木上原駅から各駅停車、種別は無表示。6000系以外で、常磐線直通電車の場合は、各駅停車と表示に変更された。JR 線内発の列車の場合、E233K2000 番台は、 小田急線内の停車駅を東京メトロ16000系統小田急4000型は各駅停車の下に小田急線多摩急行と LCD で表示した。また、千代田線内泳木上原まで各駅停車であること小田急線内多摩急行であることをアナウンスに付け加えることもあった。これは JR 側のシステムの都合と日本国有鉄道。 国鉄時代から JR の原則では急行は、急行料金を必要とする列車であり、準急も料金制度は廃止されているが、常磐観光線は各駅停車のみ走る路線であり、常磐快速線も並走しているため、混乱を招く可能性があるからである。常磐快速線では、快速の種別表示はしない。そもそも JR の前身の国鉄時代には、 近距離電車の各駅停車に対する速達種別として、急行電車があったものの、急行列車との区別の問題から、快速電車と解消した経緯がある、中央線快速急行列車、急行電車、急電も参照。小田急の車両が、千代田線内で、各駅停車の運用となる場合、千代田線内のみの運転及び小田急線からの、直通列車での代々木上原駅から、 先、かつて使用された線型では種別用の幕は、各駅停車の文字の幕ではなく、黒字文字幕となっていた。LED 式の4000系の場合は、枠いっぱいに行き先が表示された、駅停車時には下部に、次はの表示がされる。平日の朝や日中時間帯は、直通の休行が運転された。なおこの休行は、所定の停車駅に基づいていたため、 新宿駅発着の急行と同様に、向こうが丘遊園駅に停車し、また、朝ラッシ主事については、共同駅は通過した。千代田線内における車内の英語自動放送では、2016年までは一部の東京メトロ車では、種別名を省略していたが、小田急車4000系は登場時から、それ以外の車両も2016年の放送更新以降は種名を放送していた。 ディストレイン・イズ・タマ、エクスプレスバウンドフォー・から来たとなる。しかし、小田原線の複々線化完成に伴う2018年3月17日のダイヤ改正では一転して、タマ急行や千代田線直通の急行は廃止となり、日中の急行は千代田線直通から新宿方面に置き換わるほか、朝の通勤時間帯に小田急タマセンター駅新宿駅間を運行する。 通勤急行の新設や帰宅時間帯における新宿駅発の快速急行の新設など多摩線の優等列車は千代田線直通から新宿方面直通へ転換さることとなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。